工程も決して楽な道じゃないからこのお話が来た時はもう全力でたくさんのかわいい写真集にしようって意気込みました素直に嬉しかったですありがとうございますじゃあ次まず誰に何て報告しましたかどんな反応してくれましたかまずは妹に報告しましたで妹に報告したらなんか妹はツンデレだからふうんくらいだったんですけど最初 でもその話が他の家族の中で回ってまた家族からメッセージが来たよって言われてこう安心した気持ち自分の両親とか家族にちょっとかっこいいとこ見せれるんじゃないかなっていう気持ちでしたありがございます、はい、じゃあ今日私会に来てくれる方たちにはどんな気持ちを伝えたいですかまずはたくさんの感謝を皆さんに伝えたいなと思っていて その日頃の皆さんが SNS だったりで反応してくれるおかげでこう,いらこうやって今日いろんなメディアの皆さんがいらっしゃるのでそういった気持ちをまずお伝えしたいこととあとこれからもよろしくお願いしますという気持ちを伝えていきたいです。 撮影にあたって普段の Vivi とは撮影とは違うモチベーションだったっていうふうにインタビューで語ってくれたんですけど具体的にはどのように違いましたか,なんかモデルの撮影ってこのなんか服のこの広がりが可愛いとかその丈感を見せるとかでも写真集ってそういうのがなくてなんか何を見せたらいいのか <laughs> 正直分かんないのが戸惑ったんですけどでもありのままの自分をカメラマンさんが切り取って 写してくれたのでその様子がこの写真集に詰まっていると思いますありがとうございます撮影は2日間行ったと思うんですけど印象に残っている出来事はありますかそのさっき皆さんにお見せしたお写真があるんですけど撮影の最後のカット1日目の最後のカットがあのみんなで浅草で居酒屋で <laughs> お酒を飲みながら写真を撮ったんですよ それがすっごく楽しくてこんなに素敵なメンバーの皆さんと写真を写真集を作り上げられたことが本当に嬉しくて自分が乾杯してる写真があるんですけど素直にすっごいいい表情してると思いますありがとうございます、はい、仲良しのご家族が写真集を見たらなんて言うと思いますかえー、なんて言うかな多分うちのお父さんはなんか。 I'm proud of you みたいな俺の娘がこんなになんかなって俺は誇り高いぜみたいなことを多分言うと思います。ね多分母親はいっぱい宣伝してくれると思います。じゃあ、えー、と写真集、はい、毎回恒例なんですけど点数<あ>んなんかこれ見たことあるうわ見たことあるえでもカッ,トによカットによって点数が違うんですけど。 みんなと乾杯するカットがもう1億点ぐらいあります。ありがとうございます。はい、<laughs> めっちゃ聞いたことある質問。<laughs> はい、ありがとうございました。はい、その他ご質問はいある方いらっしゃいますか。はい。 写真集発売おめでとうございます直近の話なんですけども「アナザースカイ」にこないだご出演されていたかと思いますけども周りの反響とか何か言われたとことありますかすごかったですねとにかく自分自身に連絡をくれる同級生だったりそういった方も多かったんですけど今回あの私の,あの地元会津高校っていうんですけど会津高校の教頭先生から <laughs> あの電話をいただいて <laughs>。 あのぜひエリカさんを、あの学校説明会、中学校回る時の学校説明会ので、写真を使いたいっていう連絡が来て。あ、私ってこんな母校に誇れる存在になったんだって、すごく嬉しかったのを覚えてます。これからも活躍期待しております。ありがとうございます。あ、そうです、ね。あと、あと、あの、その母校と一緒なんですけど、理科大で、あのブックセンターって教材を変える。 えっと、本屋さんがあるんですけど、そちらにも写真集を置いていただいてるんです。なので、そういった反響がやっぱあるの嬉しいです。ありがとうございます。